この動画はデ i g i k の提供でお送りしますこんにちは今日は面白いパッケージのパワー半導体を見つけたのでそれを皆さんにも紹介しつつそれがどんなものなのかというのを見ていきますこちらです電子工作で半導体を使う人ならこの違和感に気がつくのではないかと思います足が3本ではなくて4本のパッケージです 右側に置いてあるのが足が3本のパワー半導体のパッケージ TO247 と呼ばれるものですよく見かけるディスクリート半導体のパッケージです左側に置いてある足が4本生えているパッケージこちら名前を調べてみたところ TO2474 というパッケージらしいです見ての通り足が3本から4本になっているわけですこちらの TO2474 は TO247 の高性能版みたいな位置づけになっているそうですこちらの4本足の パッケージのメリットを調べてみましたメリットは何かというとまず高速なスイッチングが可能になるということですそれに加えて3本足のパッケージと比べると4本足のパッケージはスイッチング損失を少し減らすことができるというのがメリットなようです今日は実際にこちらの回路を使ってパワー半導体のパッケージの違いがどれくらいあるのかそして従来の3本足と今回の4本足パッケージでどれくらい性能の差が出るのかを見ていきます これが3本足の T4247 の足の配置です。今回はモスフェットにします。MOSFET のシンボルゲート、ドレイン、ソースというのがあって、それぞれの足がゲート、ソース、ドレインというふうに対応しています。MOSFET を駆動する場合は、このゲート、ソース間に電圧を加えて駆動すると。こういった駆動方法については以前の動画で詳しく解説しています。MOSFET の駆動方法について詳しく知りたい方は、そちらの動画もぜひ見てください。概要欄にリンクあります。 次は4 TO247-4 本足パッケージ4を見てみます基本的なドレインソースゲートという構成は変わらないのですがこちらのソースとゲートの間にさらに足が1本生えていましたこの端子のことをドライバーソースとかケルビン端子とか呼んだりします 今回はケルビン端子の K と呼ぶことにしましまょうこちらのケルビン端子どこから生えているかというとソース端子なんですけどもソース端子の更に MOSFET の直近のところにこのようにケルビン端子が生えています。 これは MOSFET の規制容量と呼ばれるものを書いたものです。MOSFET の記号にはこちらの規制容量はありませんが、実際の MOSFET はデバイスの構造上、このような規制容量が見えます。MOSFET のゲートソース間に静電容量がありますが、MOSFET を導通状態にするためには、こちらのゲートソース間の容量に電荷を貯めて充電する必要があります。こちらの動作については以前解説していますので、概要欄を見てください。 規制容量の他にさらに考えなくてはいけない成分があります。それは何かというと、規制インダクタンスです。こちらのパッケージから足が生えていますが、この足の配線の部分にインダクタンスがあります。なので実際にはここの部分にインダクタンスがあって、ソースの足にもインダクタンスがあると、ゲートの足にもさらにインダクタンスがあります。 よく言われるのが配線 1cm で約10ナノヘンリーの規制インダクタンスを持っています。なので今回のパワー半導体のパッケージを見てみると足の長さは大体 2cm あります。なのでここに電流を流すとすると約20ナノヘンリーの規制インダクタンスを持っていることになります。でここからが重要なところです。 簡単なためにゲートソース間の静電容量とソース端子の規制インダクタンスだけで考えてみます一応回路方程式は書いたのですがこの図を使って説明できますモスフェットをターンオンさせるつまりドレインからソースに電流を流すためにどうすればいいかというとゲートソース間に電圧を加えますゲートソース間に電圧を加えるというのはゲートソース間の規制容量を充電することになりますこのモスフェットに電流が流れ始めてくるとこの規制インダクタンス インダクタンスが効いてきます 電流が流がれ始めるととインンダクタンスのところでで電圧効果が出てくるわけですこの規制インダクタンスによる電圧効果があるとゲートソース間に十分な電圧が加わらなくなりますつまりここの規制容量になかなか電荷がたまらないという状態が長く続いてしまうんですその状態が長く続くというのは MOSFET が完全に導通していない中途半端な状態が長く続くということになりますこれの何が悪いかというとスイッチング損失が増えます 例えば半導体をターンオンさせるときパワー半導体にかかっている電圧はこの状態からこういうふうに落ちてくるわけですねで理想的な半導体というのはこの電圧がスパッと落ちるとで一方で電流はどうなるかというと全く流れていない状態からこのくらいのタイミングでだんだん流れ始めますでこのようになると。 パワー半導体のスイッチング損失というのは、ここのオーバーラップの期間が大きければ大きいほどスイッチング損失多くなります。つまり、このパッケージの持つ規制インダクタンスの容量でスイッチングが遅くなってしまうのが、こちら TO247 のパッケージです。次の TO2474 はどうかというと、このような接続です。 この回路の肝は何かというと4端子のモスセットなのでゲート、ソース、ドレインに加えてケルビン端子があります。ケルビン端子を持つパワー半導体のパッケージの一番の肝は何かというとこちらの大電流が流れるところの規制インダクタンスを通らないということです。3端子のパッケージはどうかというとこちらに直接直結していました。ですので大電流が流れるところの規制インダクタンスがもろに効いていたんです。ですけどもケルビン端子を使うとこちら に接続されることになるのでこの機性インダクタンスの影響はほぼほぼなくなります主電流はこちらに流れるとそしてゲートドライブ用の電流はこちらのケルビン端子を介してゲートドライブ回路だけに流れるというふうになります回路としてはかなり簡略化してしまっていますがこの LDIDT の影響はなくなっています 実際のチップを開けてみるとこんな構造になっていることが多いかと思いますこちらの青色の線の部分はリードフレームです銅でできていますそしてリードフレームの上にパワー半導体のチップがハンダ付けされていますこちらの黒い点線がありますがそれは半導体を覆っているモールド樹脂の部分ですそしてリードフレームからボンディングワイヤーが伸びてパワー半導体のチップに接続されていますこの赤色の線です こちらに配線が持つ規制インダクタンスの成分を書いてあります。3本足の TO247 パッケージですと、主電流が流れるところにゲートドライブ回路を接続しなきゃいけません。一方で TO2474 ケルビン端子のあるものですと、主電流はドレインからソースにそのまま流れていってくれます。ゲートドライブ回路はこちらのケルビン端子とゲートドライブ回路に接続します。そうすることで、主電流の影響を受けることなくゲートドライブができるようになるわけです。これが、TO 247パッケージの肝です。パワー半導体の3端子パッケージと4端子パッケージでどれくらい動作が違うものなのか、それを調べるために回路を作成しました。こちらの回路です。この回路に使った部品は今日のスポンサーのデジキーから購入しました。 スポンサー紹介なんですけどディジキーでは今ミステリーギフトキャンペーンをやっています概要欄にあるリンクからディジキーで部品を購入してもらうとプレゼントが当たるキャンペーンです金額の制限とかも特にありません仕事納めまでにまとめてディジキーを購入する方にも朗報があってなんと2万円以上ですね部品を購入すると一見とディジキーのコラボ T シャツも当たります 今回一見はこの基板を作るために2万円以上部品を購入しているので T シャツが当たるわけですねたくさん持ってますけどミステリーギフトもコラボキャンペーンも数に制限がありますので早めの応募お願いします こちらがパワー半導体の特性を試験するための基板です。ダブルパルス試験というのがあるんですが、それを実施するための基板です。ここに試験されるパワー半導体があります。今回はインフィニオン製の TO2474 の4本足のモス s f ットを使いました。耐圧は 650V です。 ここら辺は駆動回路ですね。微妙にこだわって作ってます。これは東芝製のゲートドライブ回路内蔵のオプトカプラー。割と使いやすいので愛用してます。ここにはプローブを引っ掛けるためのテストポイント。こういったゲート端子を見るための端子も入れてあります。プリント基板の真ん中部分に大穴が開いていますが、ここは電流プローブを差し込むところです。このトレースに電流が流れますが、こういうふうに電流プローブで挟み込んで流れる電流を見ます。 あとはこの部分にインダクタを接続します手作りの空芯インダクタです中に鉄心が入っているものはあまりお勧めしませんというのも電流を流しすぎると自家飽和してしまうからです基本的に空芯を使いますそれに加えてここは直流の入力です一応直流 400V まではいけるようにしていますあとは直流のインピーダンスをなるべく低くするためのフィルムキャパシタとあとは電力供給用の電解コンデンサーです 450V100MF 日本ケミコン製です 今回4端端子子パパパッッケケーーージジのパワー半導体を3端子パッケージとして使います。この部分をハンダブリッジすることで4端子パッケージと3端子パッケージとしての動作を切り替えできますちなみに4端子パッケージ品のケルビン端子を使わないで3端子パッケージ品として使うのはメーカーとしてはおそらく想定していない使い方なのでやめておいた方が良いでしょうこんな感じのセットアップになりましたこちらがダブルパルス試験の回路 オシロスコーーププにプローブを接続して見ています直流電源は今回こちらのものを使いました。電源電圧は 100V に設定しています。ちなみに今回使っている MOSFET は 650V 耐圧です。本当は電圧 400V くらいでやりたいんですが、若干設計の甘い部分があって電圧がオーバーシュートして MOSFET の定格電圧を超えてしまいます。いわゆるデンジャラス一見状態になってしまうわけです。ですので今回は安全を考慮して 100V くらいでやります。 では電源を入れてみますはい動きました安全のために波形保持の状態にして電源は止めてしまいます波形データを取得するにはこちらの抵抗型 USB メモリを使いますアマゾンで販売中ですまずこちらが3本足で使った場合のスイッチング波形です特にこの部分に着目して見てみましょうモスフェットがターンオンする時の波形です 拡大します。はい、mosfet がターンをするので、一気に電流が流れ始めます。今回は10アンペア程度流すように設定しました。ターンをするのと同時に、mosfet のドレインソース間の電圧が急激に低下していきます。次にこの波形同士を重ねると。 こうなりますこ,この重なっている部分がスイッチング損失になります画面右下の波形はスイッチング損失を計算してるものですちょうどこの部分がスイッチング損失です拡大するとこんな感じです こちらのターンオンで発生している損失を見てみるとこちらで計算されています2 2マイクロジュールですこちらが3端子のもののスイッチング損失になりますよく覚えておいてください次は回路の配線を少しだけ変えて4端子のものとして使ってみます今ここにハンダブリッジがありませんがこれを取り外してハンダブリッジを付けると4端子のものとして動作しますここにハンダブリッジです4端子のものについても同じように実験してみます 先ほどの3端子のものと同じようにやはりスイッチング損失を見てみますこのような結果になりましたスイッチング損失はこの部分で18マイクロジュールになります先ほどの24マイクロジュールと比べて20%から30%近くスイッチング損失は低くなっています結構スイッチング損失減りましたねなかなかいいと思います このように4端子のパッケージですとケルビンエミッターがありますケルビン端子を使うとゲートドライブ回路にドレイン電流青色の波形が及ぼす影響というのをなるべく少なくすることができますそれがですねこのようなスイッチング損失を減らせるという結果につながりますだから結構いいんですよね4端子のパッケージってこの実験終わった後にやはりパワー半導体のドレインだけに流れる電流を見た方がいいということでこちらのロゴスキーコイルを使いました こここういういににやってここに入れるとロゴスキーコイルでやってみましたが結果はほとんど変わらずといったところです。 ここまで3端子と4端子のパッケージを見てきましたが4端子パッケージの方が何か良さそうだっていうのは分かりましたこのパッケージを使うことのメリットは何かというとスイッチング速度を速くできます速くできるので結果としてスイッチング損失も減りますただスイッチング速度とスイッチング損失はゲート抵抗によって変わってしまいますですがこちらの4端子のパッケージですと主回路の電流がゲートドライブ回路に与える影響というのをなるべく少なくできますですのでゲートドライブ回路の設計というのが3端子のパッケージ パッケージのものももとと比べるる少ししややりやすくなるかもしれません結局スイッチングの速度こちらの電圧の上昇電流の上昇の傾きが上がりますので SICMOSFET とかそういったところでこちらのパッケージよく使われます逆にデメリットは何かっていうところをですねスイッチング速度が速くなるのでこちらの波形のリンギングが大きくなります。 オーバーーバシュートの部分ですね特に MOSFET のドレインソース間の電圧が定格電圧を超えてオーバーシュートする可能性が高くなります先ほどの実験でお見せした通り4端子パッケージのものですと波形のリンギングが大きくなってドレインソース間の電圧が若干オーバーシュート大きくなっていましたなのでゲートドライブ回路の設計変更だけでなくて主回路の回路定数の変更も必要になりますゲートドライブ回路周りだけを設計変更して主回路周りを設計変更しないと おそらく痛いい目にいますただパパワーーののケケルビン端端子子ある4端子パッケージかかなり有効かと思いますこの動画を見ている皆さんがこれからパワーエレクトロニクス機器を新規で設計する場合4端子パッケージ取り入れると性能も上げることができるかと思いますので是非取り入れてみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 ここからは新企画一見が気になったココメントを紹介するコーナーです。るーーナで前回の「誘導電動機を自作する」についたコメントです。抜粋要約すると誘導電動機は四輪駆動の電気自動車に使われることもあるというものです。 皆さん電気自動車は乗ってますかテスラの四輪駆動モデルがフロントモーターに誘導電動機を使っていた時期がありましたコギングトルクという軸を回した時にカクカクするトルクがあるんですが誘導電動機の場合それがないので使わない時は自由に回って燃費向上に役立っていた,みた,いですただ誘導電動機自体が永久磁石動機電動機と比べるとそこまで効率が高くないのでトータルで考えると誘導電動機ってどうなのって思ったことがあります というわけで気になったコメントの紹介でした。視聴者の方のコメント、チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では、製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など、幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すれば、その後は再生され続けて、動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。 それではご連絡お待ちしております T シャツ販売中詳しくは概要欄から